それでこそわしのせがれよ。これで我が波動も、これはこれは物騒なお客人じゃ。だが道元殿のご息女と争うては今は亡きあのお方に申し訳が立たん。ほう、なかなかどうして。狼よ、そなたに任す。見事打ち破ってみせよ。キョイ。私はかつて修羅を見ました。遅いソス、これがリメイク2のシナリオですか。あなたの中にも同じものがいる。おそつを、それを切らねばなりません。エマよりゾウちゃんの方が楽だから逃げた説付き。バロタ、実際強い。ペラソースまで切る必要あるんですか。お寺まだです。修羅を野放しにはできぬ。セキロよ、お主、愛想はまるでないが、不思議と憎めぬやつじゃった。さあ、修羅に落ちる前に
切ってやろう。再び修羅を切ることになろうとはな。セキロよ、切ってやれぬか。約2時間頑張った。ライターに圧かけてくぞ。待たせたの。だがこちらの守備も上々じゃ。しかし老いたりとはいえ、あの一心に勝るとは。
さすがはわしのせがれじゃの。これで全て我が手の中よ。アシナもナイフどももこの国ごと食らうてくれるわ。お前も死ぬんだが。我武士ゆこんざえ。フクロウさん神の手入れ大変そう。洗ってないんやろな。兵士、それじゃあです。タンク差合わせて死者数千、生き残りはほとんどなし。アシナは戦国最も悲惨な殺戮の舞台となり、その地には後々まで鬼が潜んだという。があるのは当たり前だよな。特にユミちゃんの言い回しとか独特